はい、どうもこんにちは、わがみです。今回はアルス VS DBZ の3グランプリ目をねやっていきたいと思います。喋らんね。いいですね。今何点差だこれちょっと瞬時に計算できないんですけど、86点差かな今。いいです、結構いいですねこれ。ちょっと結果の報告をして、スラなー、ここ怖いんだよな本当に。コースが狭いっていうか、壁判定が大きいから、大きいってか多いから、ちょっと押されたら怖いんだけど、これは大丈夫かな。俺じゃないよ。待って、コイン焼かされてる。消せないよね、それ。もうちょっと最初から消す気でいけば消せたと思うんだけど。あ、危ない、俺、怖い。ああ、ナイス、ナイス。ああ、ザップごめん。そのボム、クソ、マジごめん。上に当たると思ったけど、あんまりよろしくないな。これグバかな。きついな。相手もグバマリサってどういうことなんだ、ちょっとよくわからないんだけど。あー、割りしのか。まあ、普通に TA 走法でいこうかな。これ今日やったばっかだしね。え、うわ、もうちょっとそれな、もう
って今のはちょっと、あ、俺は？あーポイント取れないし、なんでそれ。そうだよな、普通ミスるわけがないんだよな。うわ、あー、もうそれ落ちてる。あれ今、キノコ使ってるちゃんと L ボタンを押したはずなんだ。ここら辺で火が引いちゃうのかな。エトリス入らないし、ここね、SMT たまんないんだよ。使っちゃうか。あ、ちょっとしたタイミングがあるかもしれない。そうなんだ。来るよな、そりゃ大丈夫。あの人どうした。あーごめん、キラ申し訳ないな。喋らんね。次ベビパな。え、てか相手多分この人慣れてるよな。慣れてるっていうか分かんないんだけど、どうなんだろう。あんな止まるっていう話だよね。もしかしたら回線落ちなのかもしれないけど、それはないよな。いやだとしたら点数見てねえからちょっと厳しいんだけど。相手指示ないなぁ。あー、これベビーバック、いや、チクタク？うん。あ、落ちてないっすね。ホース、あんま来てないよな、こっち。これの押しなら許容範囲、許容範囲では全然。よし、こういうの考慮できないからまだ二流なんだよな。もうちょいクラムっていうか保険かけるべきだったかな。後ろ投げる。すごいな、はい、普通に投げてる。ちょっと待って、それ逆の逆取り、なんて言うんだろう。普通にドリフト入んないと辛いんだよね。え、何それ。すごいね、本当に。いいね。こっち前固めてるよ。
相手なんか雑になってきてね、マジで。ちょっと緑さん怖いけど。危ない危ない危ない。痛っ！でもワンツーまで下げられたか。ワンツースリーフォー取ってたんだけど、総合的にどうなんだろう、これ負けてるかな、これ若干。負けてるな普通に、多分ね。いやまあでもチクタクは普通に走りのミスも多々あったから。空港か喋らん、喋らんの方が好きなんだよね俺。まあどっちもいいんだけどさ。喋らん来る、来た。D に切り替えて。いやー、ここの結果次第だな普通に。ここで楽しく終わればいいんだけど。あいかちゃん、ザフ緑か。あ、見てしまった。ちょっと俺もミスってるんだけど、ちょっと待って。あれ MT 溜まんなかった。 MT 溜まってくれるわ。あーごめん、ザフ。ちょっと赤使いたい。もう緑じゃない、赤使いたいんだよ。待って。おー、ちょっとキノコ使いたかったんだけど、ごめん。でこんなことしちゃうからな、普通にダメなんだよ。いやーちょっと今回ってか、これは反省だな。サングランプリメア、でも同点ぐらいなのか。同点ってか、まあ10 8点差ぐらいかな、これ多分そんぐらいだよな。ちょっと集計終わらしちゃい。
たいんだけど、一人タグがさ後ろについてるせいで分かりにくいんでね。ちょっと部屋閉じちゃったけど、ちょっと待ってね。527対457、はい、よいしょ、勝ちましたね。では今回はねこれで終わりにしたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。次回もぜひ見ていってください。